皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。では、早速行ってみましょう。7月25日に将棋の豊島正幸栄王に藤井聡太二冠が挑戦する第6期栄王戦五番勝負第1局が、東京都の神田明神で行われ、先手の藤井二冠が9後手で勝利しました。これで、 叡王戦は藤井二冠の戦勝発進となり、豊島叡王との通算成績は4勝7敗となりました。真田圭一八段がこの叡王戦について話してくださいました。本局の状況を振り返る前に、この二人はすでに先行して王位戦七番勝負で対戦中であり、 対戦成績は2勝1敗で藤井二冠がリードしており、この対局の3日前に王位戦第3局を終えたばかりの両者です。さらに対局条件も異なり、王位戦は持ち時間8時間の2日制です。一方で、AO 戦は持ち時間4時間の1日制であり、特に長い持ち時間から短い持ち時間に変わる場合は、 より体感的にも時間が早く感じますのでペース配分も大事となります。そうした状況で角換わりから序盤で乱戦になったことは偶然とは言えない意味があります。戦いが早く始まることで仕掛けのタイミングをめぐっての神経戦などで持ち時間を削る心配をしなくて済むので両者とも望むところだったのではないかと思います。 しかし、こうした乱戦は定石型とは違った苦労があり、この理由としてはどこで戦いが始まるかわからないからです。本局の一場面を振り返れば、ここからどれだけ激しくなるかは方針次第という局面がありましたが、藤井二冠が選んだ方針は受け主体で、一旦相手の攻めを受け止めました。 この手は非常につらい受け手の印象がありますが、この後が藤井二冠の傑出した能力であり、その後一転して攻め合いの展開に持ち込んでいきました。攻め自体は決して強力ではなく、難解な形勢だったと思います。豊島栄王の持ち味の一つが、際どい攻め合いの展開を決して恐れないことで、 本局でも攻め合いは期するところであり、展開は激しさを増す一方となりました。踏み込める場面では踏み込むのが豊島将棋であり、最後の猛攻に完璧な対応をした藤井二冠が圧巻であり、豊島叡王らしさは存分に発揮したと言えます。ここからは私の感想なのですが、 難敵であったと吉間栄養を攻略し勝利が続いていることで、もう今の将棋界ではトップかもしれないと思います。あれだけ勝利できなかった中で、ここに来ての3連勝とは、さらにすごい速度で強くなっている感じがします。以上となります。いかがだったでしょうかよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。